はい、皆様こんばんは。おっさっけーの塾長でーす。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は特別編になります。その名もお酒の塾長流活性濁り酒の改善方法ということで、早速ね、飲んでいきましょう。まあ、どちらかというと開けていきましょうって言った方が正しいかもしれませんね。で、この活性清酒っていうのはどういうものかっていうことなんですけどね、平たく言いますとね、ワインとスパークリングワインみたいなもんと思っていただいていいのかなと思いますね。ワイン、そして発泡のね、ワインがスパークリングワインと同じように、日本酒、いわゆる清酒のですね、炭酸が入っているものって言った方がいいのかな。活性、それがですね、活性濁り酒ね、まあさらに濁ってるっていうことなんですけど、そしてこれね、なぜこのテーマやってるかというとですね、これね、このドブロックンっていう銘柄なんですけど、まあ後で説明しますけど、このようにね、お米が結構ね、ある程度濁りのね、成分が入ってるんですよね。でですね、それをですね、なんていうのかな、本当に作ったものをそのまま自家詰めしてるような感じなんで、アルコール発酵っていうのはね、結局糖分を、酵母がパクッと食べてですね、アルコールと炭酸ガスに変えていくんですけど、その炭酸ガスがたくさん含まれてるものなんですよ。だから開けるとね、結構溢れるっていうケースが結構ありまして、まあ、ご参考前にここに穴あるでしょ、このなんか濁り酒のところに、このこれね、これ ガス逃してる穴なんですよ、これね。横に倒すとね、垂れてくるんですよね。いずれ漏れてくるんですけど、まあ、そのようなぐらいですね、パワーがある、この活性濁り酒を開けていくっていう、そういうテーマなんですね。ただ誤解のないように申し上げますと、活性の濁り酒が全てものすごいパワーがあるって、炭酸がものすごい出るっていうものでもなかったりとかですね、ものによって違うんですけど、私の経験上、このね、銘柄はですね、開けるときに非常にね、いい意味デリケートにしないとですね、ものすごい溢れて、一回初めて飲んだときはね、もうかなりドワーッと溢れて、もう火山の噴火みたいですよ。テーブル、もうお酒だらけっていうのがあったぐらいですね、かなりね、あれなんですね、開けるのが、場合によってはですね、大変。ですので、流通はあまりしないんですよ。もうこの時期しか飲めない。これ流通すると、もう絶対ね、何かしら、なんだろう、ちょっとね、垂れたりとかですね、開けるの大変だったりとかね、ちょっと変わってきたりするのでですね、本当のね、限定ということ、限定というか、この時期にしか登場しないもの、それをですね、毎年ちょっとね、私が大好きでですね、取り寄せさせていただいてですね、開けていくと。それでせっかくなんでね、ちょっと皆さんと一緒に開けていけたらっていう、そういう動画なんですね。お酒の種類は、清酒、活性濁り酒、銘柄、大雪渓、ドブロックン、原産地、長野県北安曇野、酒造所、大雪渓酒造、アルコール度数16度になります。で、これ最初からこれついてるんですね。回線注意ですよ、これ。回線注意。見えるかな？このお酒は生きています。だから、まあ、活性なんですけどね。回線前に絶対に振らないでくださいと。むずいが書いてますね、これね。よく冷やして回線と同時に手で押さえて飲みたいのを我慢、いいですね。我慢して、ゆっくりと少しずつガスを抜いてからお召し上がりくださいと。横倒し厳禁、用冷蔵。まあ、用冷蔵っていうのはですね、これ常温だとすると、ガスがね、冷蔵した方がガスがね、キュッと閉まってですね、なんて言ったらいいんですかね、泡がいい意味抑えられるんですね。よくコーラでも常温だったらものすごい泡出るのと同じような原理なんですね。まあもちろんね、常温だったらどん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 お酒が劣化していくっていうのもあるんですけど、火入れとか何もしてないので、結構本当の意味の生っていうんですかね、酒ですのでね。ということで、前向きはこれぐらいにしてですね、さあ、緊張してきましたね。開けていきましょう。ちょっとね、気合い入れますので、頑張ります。でね、準備、万一こぼれたらダメだったのか、ボールを用意してますね。ブワーって溢れたらもう間に合わへんので、バシャってね、入れると。そしてまあ、お米を取ったりとかですね、逆にこの器具がね、実はね、我々の中では非常に役立ってる器具っていうか、普通の、なんか、でっかいマドラっていうか、お料理使うようなね、スプーンなんですけどね。さあ、開けていきましょう。緊張の一瞬ですね。
これ間違えてね、これ逆さまにバッてやってしまって降ったりとかして、もうものすごい大噴火になりますのでご注意ください。さあ失礼します。さあどんな感じ、ちょっとほんまにこぼれたらあかんから、ちょっとボールを手前に置いておきましょうか。いきます、失礼します。シューってなりましたね。ほらめっちゃ泡上がってきた。ほらこれ見てください、これものすごい泡戻ってきますね。でこれ蓋を閉めることによってちょっとね、ガス圧をまた抑えるっていうね、ことなんで、抑えるっていうか落ち着かせるんですけど、下にあった濁りやつ全部上来ましたよ。これ見えます、これ、これはすごいですよね。本当に生きてる証拠ですね、これね。ここまで来ましたね、上。さっき全然あのこれ見たらわかるかな、ものすごいこれね来てません、これ。さっきもっと下だったのにブッシューってちょっと緩めただけでもものすごいブワッて来たと。まあ、それぐらいね、パワーのある酒なんですね、これね。そしてこれ、方法としてはゆっくりゆっくり、シュッと開けて閉める、シュッと開けて閉めるっていうことで、どこかのタイミングでうまくグラスに投入しないといけないと。で、まだもったいないから、こぼしたらこういう、あの、テーブル汚れるのは全然いいんですよ。あのお酒もったいないんでね、ここで。ですね、ここに火なんで、とんでね、あの、入ったら飲めるっていうね。まあ、どんな、まあ私が不器用なだけなのかもしれませんけどね、それぐらい警戒しといた方がいいね、ものなんですね。さあ、次ちょっともう行きましょうか。勝負行きましょうか。これね、ちょっとこぼれてもいいぐらいでちょっと行きます。じゃあ5秒後行きます。5、もう、これね、もう一遍に行きます。シュッと開けて、シュッと開けて、バーってやりますね。失礼します。行きます。5、4、3、2、1、0。見ました、今めっちゃ飛びましたよ、これ。分かります、これ今まで史上最強に飛びましたね、これね。結構部屋の中ブシュっていきましたね、今ね。後でかなりめっちゃ怒られるそうかもしれませんよ、これね。うわー、これは今までの史上で最強じゃないですか、これものすごいね、改めてびっくり、これ。いやー、まあええですわ。まあそういうねものなんですけど、そしてこれを登場させたのは何かというとですね、今こういう風にちょっともう爆発しすぎて混ざって しまってすぎますけど、うまく開けた場合はですね、これでですね、なんていうの、ここでこのように異分よって攪拌する、それによって米をで、あの下のお米成分をですね均一にね、あの入れてですね、それでね飲むことができるっていうね、そういう器具なんですよ。これ我々開発したっていうか、これが一番いいやり方かなっていうね感じだったんですけど、どうですかね、これ。この銘柄ものすごい見えるかな、これ、ドロッとした感じ。いやー、しかし今日は爆発しましたね。いやー、なんかねえ、ちょっと言葉失ってほんまに忘れましたということで最後ね、飲んで乾杯して終わりにしましょうか。いただきます。はい、上積みだけだったら結構ね、ある程度半透明なんですけど、もうあのガスがブワーってきてですね、いい意味に攪拌されましたね。でお米の粒も麹の粒も残ってますね。外観は白濁になってる状態です。うん、香りはですね、ヨーグルトのようなミルキーなような優しい甘やかしい華やかな香り、お米本来の、あの甘酒みたいなね、そんなね感じですよね。甘酒とヨーグルトが混ざったような感じって言った方がいいのかな。さあ飲みましょう。うん、やっぱりガス感ね、シュワ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 してですね、で甘みが残ってですね、どういったと甘みがあって丸い感じですね。そしてですね、余韻が続いてアルコール度数も強く感じる。生酒生きてるものっていうのはすごいパワーありますよね。で面白いのがね、時間どんどん経っていくと今度はですね、どんどんいい意味で発酵がちょっと進んでいくので、お酒になるある甘みが減っていくので、キリリと辛口に近づいていくんですけどね。まあそこまで思いっきり辛口になるってわけじゃないんですけど、ちょっと状態が変わるっていうのがあるんですけど、今回はこのようにですね、もう手がものすごいことになってますいい状態でね、いい状態というか私の好みの状態でね、いただくことができましたが、すごいですね。見えるかな、これ。下のテーブルもぐっちゃぐちゃでしょ、もうほんまね。見えるかな、これ角度ね。えらいこぼれまくりっていう感じですが、
まあ、このようなね、状態でした。はい、ということで今回特別編ね、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。めっちゃビビりましたけど、個人的に面白かったですね。では、今夜はですね、この大雪渓どぶろっくんで乾杯にしましょう。今夜は大雪渓どぶろっくんで乾杯。